メルセデス・ベンツ C クラスメルセデス・ベンツ W204、W204、S204、C204 はメルセデス・ベンツの3代目 C クラスを指すコードネームである W204 はセダン、S204 はステーションワゴン、C204 はクーペを表す。2007年1月18日に正式発表され、欧州では同年3月31日に発売された。 南アフリカ工場では、従来の英国、オセアニア向けモデルの製造に加え、北米向けの輸出が開始され、代わって日本向けがドイツ本国での生産となった。外観はヘッドライトをはじめとして、W221 型 S クラスと非常に類似したデザインとなっている。クラシックとエレガンスは従来通り、ボンネット上にスリーポインテッドスターのエンブレムが付くのに対して、 アバンギャルドはグリル中央に大型のスリーポインテッドスターを配したクーペグリルが採用されボンネット上にエンブレムはつかない。これまでクーペ専用と説明されていたクーペグリルであるが現在はクーペやアバンギャルドなどスポーティモデルを表すアイコンとなっている。2007年1月18日に正式発表、同年3月31日にはほぼ 欧州全域で発売開始。日本国内では2007年6月22日に発表、同日に販売が開始された。日本では当初 C200 と C250 系統、C300 アバンギャルド S が導入されたが、そのうち C250 系統は国土交通省に形式認定申請のために約3ヶ月遅れとなった。アバンギャルド S というグレードは、 パドルシフトを備えるなどした日本専用モデルとなっており、ドイツ本国には未設定である。日本国内仕様は C200 コンプレッサー及び C250 エレガンスアバンギャルド、C300 アバンギャルド S の5車種。リアシートを倒してトランクと一体で使える。トランクスルーは当初未設定だったが、2008年モデルよりメーカーオプションとなった。ナビゲーションオーディオ機能を有し、 PCMCIA スロットが搭載されるコマンドシステムは全社に標準装備され CDDVD ビデオ音楽ファイルの再生が可能である10月24日には AMG モデル C63AMG が導入され2008年4月1日にはエントリーモデルとして C200 コンプレッサーが追加された C200C250 のアバンギャルドには 日本専用のオプションとして、ステアリングコラムにパドルシフトレバーを備える、アバンギャルド S パッケージが用意されていた。S204 はアバンギャルド2008年4月8日には、ステーションワゴンが発売された。車種は、C200 コンプレッサーのベーシックエレガンスアバンギャルド、C250 エレガンスアバンギャルド、C63AMG、交代時に後方の視界を、 ナビゲーションディスプレイに表示するパーキングアシストリアビューカメラはステーションワゴンで標準装備され、セダンは同年7月から標準装備となる。2009年8月25日に一部改良。C250 アバンギャルドシリーズは C250 ブルーエフィシェンシーアバンギャルドに変更され、C250 エレガンスシリーズは廃止となった。同時に、 エンジンが V 型6気筒2 5リットルから直列4気筒1 8リットル d o h c ターボに変更。最高出力は変わらないもののトルクが従来より向上するだけでなく約20%の燃費向上が図られた。また C300 にステーションワゴンが追加された。ただしグレードはアバンギャルド S からアバンギャルドにグレードダウンされ同時に C250C200 のアバンギャルドに設定されていたアバンギャルド S パッケージは廃止アバンギャルド S の特徴であったパドルシフトも AMG スポーツパッケージに統合される形で全モデルのアバンギャルドにメーカーオプションとなったドイツ本国では設定されていたキーレス号は周波数の問題で日本仕様には搭載されていなかったが2010年モデルより一部の 車種を除き標準装備、またはオプション設定されている。コマンドシステムのテレビは12セグ。地上デジタル放送対応となり、グローブボックス内にデジタルオーディオ機器の接続に対応するメディアインターフェースが装備された。2010年2月10日、C200 コンプレッサーシリーズを C200 ブルーエフィシェンシーに解消。 エンジンを直列4気筒の1.8リットル DOHC 直噴ターボエンジンに変更従来のスーパーチャージャー付けエンジンと変わらない動力性能ながら実用域である1800回転から最大トルクが発生するためスムーズで力強い加速を持つとともに燃費も向上したまた C200 ステーションワゴン全グレード及び C200 セダンのオプション装着車は 平成22年度燃費基準プラス10%を達成した。なお、C200CGI ブルーエフィシェンシーの登場を記念し、C200 ブルーエフィシェンシーアヴンギャルド、ブルーエフィシェンシーステーションワゴンアバンギャルドをベースに、高級感とスポーティーさを高める専用装備を施した、特別使用車、C200CGI、ブルーエフィシェンシーアヴンギャルドスペシャルエディションを同時に発売した。 C63AMG2010 年5月11日 C63AMG に特別使用車、C63AMG パフォーマンスプラスを発売した日本国内では25台限定 SLS AMG にも用いられた単造成軽軽量ピストンコンロットクランクシャフトなどスペシャルパーツを採用したエンジンを搭載最高出力は 30PS 増しの487 p s PS へとアップし、スピードリミッターの設定値も、時速 250km から時速 280km へと高められた。足回りは、標準の C63AMG より一回り、大きい19インチのマルチスポーク単造アルミホイール、赤い専用カラーの AMG 強化、ブレーキシステムで制動力を強化、LSD の採用で運動性能向上も図られている。エクステリアは、 画質の蓋に添えられるカーボン製トランクリッドスポイラーが特徴。インテリアはスペシャルナッパレザーインテリアトリムやアルカンターラを用いた AMG パフォーマンスステアリング。価格はベースモデルより190万円高の1250万円。同年秋に導入された。2010年8月23日 C200CGI ブルーエフィシェンシーの装備内容を厳選した。 エントリーモデル C200CGI ブルーエフィシェンシーライトを新設。同時に既存グレードに LED ドライビングライトを採用。また、C63AMG には、SLS AMG に用いられている、スペシャルパーツなどを装備し、スポーツ性をさらに高めた、オプション、AMG パフォーマンスパッケージプラスを設定した。2011年1月14日、自動車、 誕生125周年を記念した特別使用車を発売。インテリジェントライトシステム、LED ドライビングライト、バイキセノンヘッドライトヘッドライトウォッシャー、全席8ウェイパワーシートを装備した C200、CGI ブルーエフィシェン C125 エディション、AMG スポーツパッケージの装備品と、スポーツサスペンションを装備した C200CGI。 ブルーエフィシェンシーアバンギャルド百二十五エディション c 二百五十 c g i ブルーエフィシェンシーアバンギャルド百二十五エディションの3グレードでセダンとステーションワゴンが設定されていた c 二百二十 c D i アバンギャルド二千十一年五月三十日にマイナーチェンジ内外装のリファイニア、装備の充実など約二千箇所以上にも及ぶ大幅な変更を実施ヘッドライトユニットに装備した ポジションライトやリアコンビネーションランプなどに LED を対応し、随所に C シェープのデザインを採用。インテリアはダッシュボードを全面刷新し、コマンドディスプレイを格納。メーターパネル中央にはカラーディスプレイを搭載した。安全装備も充実しており、居眠り運転による事故を未然に防ぐアテンションアシストやハイビームとロービームを連続して自動で切り替える。 アダプティブハイビームアシストなどを一部のグレードを除き、標準装備した。また、従来の C300 アバンギャルドに代わり V 型6気筒3.5リットルエンジンを搭載した C350、ブルーエフィシェンシーアバンギャルドを新設。C200 と C250 は、トランスミッションを7速 AT、7G、トラーノックプラスに置換し、燃費性能、低排出ガス性能の向上と、 スムーズなドライビングを実現した 7G トラーノックプラスの搭載により、後部が重量増となったが、ボンネット、フロントフェンダー、フロントエンドのクロスメンバー、クラッシュボックス、ドアモジュール、リアのパーセルシェルフなどを C クラスとしては初めてアルミニウム製に変更して、相載している。採用されたアルミ製のボンネットは、従来のスチール比マイナス 9.2kg の 軽量化に貢献している。7月27日、欧州で C63AMG クーペブラックシリーズを発表。C63AMG クーペをベースに、AMG の持つテクノロジーが投入された。6.3リットルの V 型8気筒エンジンを搭載し、最高出力 517PS、最大トルク約 63.0Kgm。 零時速 100km は4.2秒のスペックを誇る C63AMG クーペよりも約 20kg 軽量化されておりピストンやコネクティングロッド、クランクシャフトなどは SLSAMG と共通価格は115,430ユーロからで欧州では2012年1月から販売される予定日本でも2011年10月3日に50台限定で 発売をすることを発表。価格は1500万円で納車は2012年春頃から順次となる。7月29日、C63AMG、C63AMG ステーションワゴンがマイナーチェンジされると同時に、C63AMG クーペが追加。各モデルともに、トランスミッションは、AMG スピードシフト MCT を採用している。同日から、 予約注文の受付が始まり、同年8月25日より販売を開始した。10月17日、セガンとステーションワゴンを一部改良。従来の C200 ブルーエフィシェンシーライトに代わり、基本性能を備えながら、価格を抑えた C180 ブルーエフィシェンシーを追加。また、C350 ブルーエフィシェンシーアバンギャルドに、標準装備されていた、エコスタートストップ機能を、 C63AMG を除く全グレードに拡大。これにより C200 ブルーエフィシェンシー、C200 ブルーエフィシェンシーアバンギャルド、C250 ブルーエフィシェンシーアバンギャルドは平成22年度燃費基準プラス25%を達成した。装備面では C200 ブルーエフィシェンシーは8ウェイパワーシートを C200 ブルーエフィシェンシーアバンギャルドは AMG スタイリングパッケージ17インチ AMG コツインスポークアルミホイールスポーツサスペンションステンレスアクセルブレーキペダルなどを標準装備化よりスポーティーなスタイルとなったまたオプション装着率が高い AMG スポーツパッケージの価格が一部グレードで従来の半額に引き下げられた C204C250CDI 同日日本国内では C63AMG のみだった、クーペモデルに C180 ブルーエフィシエンシー、C250 ブルーエフィシエンシーが追加された、1.8リットル直噴ターボエンジンに7速 AT、7G、トラーノックプラス、エコ、スタートストップ機能も備わっており、C250 ブルーエフィシエンシーは、平成17年基準排出ガス75%低減レベル。 平成22年度燃費基準プラス25%を同時にクリアかつ平成27年度燃費基準も達成している。また同グレードでは可変ダンパーを備えたダイナミックハンドリングパッケージが搭載され滑らかで快適な乗り心地も実現している。11個のエアバックベルトフォースリミッター、アテンションアシスト、コマンドシステム、AMG スポーツパッケージもすべて標準装備している。 C250 ブルーエフィシェンシークーペについては、専用ボディカラーとして、艶消しブラックのデジグノーマグのナイトブラックを追加設定し、ポリッシュとチタニウムグレーの二トーン加工を施した18インチ AMG7 スポークアルミホイールブラックをベースに、ポーセレンのコントラストが際立つ専用インテリアを採用した特別使用者 C250 ブルーエフィシェンシークーペエディション1も、 クーペの追加に合わせて発売を開始した2012年5月30日 C63AMG セガンをベースに専用カラー19インチ AMG マルチスポーク単造アルミホイール AMG パフォーマンススタジオフルレザーパッケージ AMG パフォーマンスパッケージ AMG パフォーマンスメディアハーマンカードンロジック7サウランドサウンドシステムを装備した特別使用車。 C63AMG パフォーマンススタジオエディションを発売、同年11月頃からの納車を予定している。7月26日、一部改良。セダンステーションワゴンの C200 ブルーエフィシェンシーに代わり、AMG スタイリングパッケージ、アドバンストライトパッケージを標準装備し、メモリー付きヘパワーシート、鉱石分割可動式シートを採用した。 アバンギャルド仕様のサイレンカグレード c 百八十ブルーエフィシェンシーアバンギャルドを追加。その他の既存グレードは装備内容の見直しが行われ、セダンステーションワゴンの c 百八十ブルーエフィシェンシーにはパーキングアシストリアビューカメラとビックス三メディアを追加。セダンステーションワゴンの c 二百ブルーエフィシェンシーアバンギャルドはメモリー付けパワーシート、鉱石分割可等式シート、 ビックス3メディアを標準装備しつつ、車両本体価格を10万円値下げ、セダンステーションワゴンの C250 ブルーエフィシエンシーと C350 ブルーエフィシエンシーは、AMG スポーツパッケージ、鉱石分割可動式シート、ビックス3メディアを新たに、標準装備、セダンステーションワゴンの C63AMG とクーペ、全グレードにもビックス3メディアを標準装備した。 オプション設定に AMG スポーツパッケージプラスを追加し、一部パッケージの価格、装備内容の変更も行った。また、燃費値の改善により、C180 ブルーエフィシェンシーは、セダンステーションワゴンクーペともに、平成27年度燃費基準を達成した。10月18日、C63AMG クーペに特別使用車、C63AMG。 クーペブラックシリーズパフォーマンススタジオエディションを発売。既存のスペシャルチューニングモデル C63AMG、クーペブラックシリーズをベースに、日本仕様専用に企画した仕様で、メルセデス AMG 本社のカスタムオーダープログラム、AMG パフォーマンススタジオによって、特別設定された、マットペイント等を施し、白と黒のコントラストで一層際立たせた仕様となっている。 20代の限定販売で2013年2月以降順次納車される予定である2013年1月生産から衝突被害軽減ブレーキのプレセーフブレーキやアダプティブクルーズコントロールのディストロニックプラスなどをセットにしたレーダーセーフティパッケージが C180 を除いてオプション設定された2月14日セダンクーペの C63AMG をベースに 最高出力の向上や AMG スポーツサスペンション、リミテッド、スリップデフ、AMG 強化ブレーキシステム等の装備で構成された専用 AMG パフォーマンスパッケージや、ファイアオパールのドアミラーとトランクリットスポイラーリップを装備し、ベース車のパノラミックスライディングルーフをノーマルルーフに変更することで軽量化が図られた、限定車、C63AMG リミテッドを発売。 クーペ15台セダン20台の計35台の限定販売である。7月5日、セダンステーションワゴンを一部改良。レーダーセーフティパッケージ o c 1 8 0を除く、全グレードで標準装備化。合わせて、ステーションワゴン全車にボタン一つで、テールゲートの自動開閉ができ、天井の低い車庫でも使用できるように開口の高さを右で設定できる Easy。 パック自動開閉テールゲートを標準装備し、一部グレードにオプション設定されているアドバンストライトパッケージや本革シートの価格を引き下げた。なお、C63AMG を除く、その他のグレードはブルーエフィシェに C を省いたグレード名に改名した。七月三十日、追加グレードとして c 十三 a m g をベースに、特別なチューニングにより最高出力がベース車。 非 50PS アップの 507PS。最大トルクがベース車、非 10NM アップの 610NM を実現すると、共に、0時速 100km 加速もベース車、非0.2秒高速化の4.3秒を達成した 6.3LV8 の専用エンジンをはじめ、ブレーキディスクの体系化により制動力とペダル操作に対する応答性を高めた AMG 強化。 ブレーキシステムを採用。さらに、19インチ AMG クロススポークアルミホイール、フロントグリルのフレーム部分、LED ドライビングランプをマットブラック仕上げに、ボンネットのエアアウトレット、トランクリットスポイラーリップをハイグロスブラック仕上げに、ドアミラーハウジングもブラックとしたことで静感に引き締めた外観とした C63、AMG エディション507を発表、8月1日、 クーペを一部改良。C250 ブルーエフィシェンシークーペは廃止され、入れ替えで、スポーティーでダイナミックなモデルに与えられる、スポーツの名を冠した C250 クーペスポーツを新設。専用チューニングを施した、スポーツサスペンションや、ブレーキディスクを体系化した、専用強化、ブレーキシステムを採用し、18インチ AMG7 ツインスポークアルミホイール、 AMG トランクリッドスポイラーリップ、ブラックドアミラーを採用したことでアグレッシブな外観とした。追加装備を行いながらも従来モデルから価格が据え置かれ、オプション設定の本川シートは価格を10万円値下げした。C180 ブルーエフィシェンシークーペから改名した C180 クーペは AMG スポーツパッケージ、インテリジェントライトシステム。 アドバンストライトパッケージを標準装備化して充実した装備内容とするとともに新たに全席メモリー付けシートなどで構成されるメモリーパッケージ車と障害物の距離を警告音とインジケーターで知らせるパークトロニックキーを携帯するだけでリモコン操作不要でドア開閉ができボタン一つでエンジン始動もできるキーレス号などの便利な装備品で構成された ユーティリティパッケージオープション設定。C63AMG クーペは、レーダーセーフティパッケージを、標準装備化した。12月17日、セダンとステーションワゴンに特別使用車、C180 エディション C を発売。アバンギャルドデザインの専用フロントグリル、専用ダークヘッドライトユニット、専用17インチゴスポークアルミホイールにより、スポーティーな外装を演出。 インテリアはブルーとアルパカグレーのステッチを施した、レザーアルタコ、ダイナミカ専用スポーツシートを採用するとともに、サンスポーク本革巻き、ステアリングドアパネル、シフトノブにもアルパカグレーのステッチを施した。さらに、レーダーセーフティパッケージを標準装備するとともに、走行状況や天候に応じて最適な視界を確保する、インテリジェントライトシステムなどで構成される。 アドバンストライトパッケージも標準装備し、高い安全性と快適性を両立した。2014年6月11日、クーペを一部改良。新たに既存の C180 クーペの装備内容を厳選することで車両本体価格を下げ、ユーザーのニーズに合わせたオプションが設定できる、廉価グレード C180 クーペトレンドを追加。C180 クーペはオプション設定だった。 レーダーセーフティパッケージを標準装備化し、全席シートヒーターとプライバシーガラスも追加装備しながら従来型からの価格上昇を抑えた。なお、C250 クーペスポーツは廃止となった。日本仕様では以下の表記として導入されている。C200K イコール C200 コンプレッサー C230 イコール C250C280 イコール C300。 ありがとうございます。